久保さん、今回 ML、MLM の稼ぎ方にしましょうか。MLM の稼ぎ方。ね。はい。あのー、昨日だったかな、一昨日か、その、インスタで DM が来まして、これ最初のファーストインプレッションうまいなと思ったんですけど、こんばんは、今、新規授業をしていまして、センスのある方にスカウトさせていただいております。スカウトさせていただいています。俺、センスがあるってことか、みたいなね。 <laughs> 思わずね、返しちゃいましたね。ありがとうございます。一応内容的には美容ブランドの口コミ収入です。今、韓国で流行っていて、10月に日本でグランドオープンします。その会社がしない CM しない代わりに僕たちが CM をしてお給料をもらうシステムになりますほう。インスタグラムは顔を出してないので、美容液の紹介は難しいですね。と顔を出ししなくても大丈夫です。口コミ型広告塔です。 紹介する商品は美容液だけですか美容液とサプリメントになります。なるほど。先どん先先なるほど宣伝の仕方に縛りはありますか縛りはありません。インスタも使っていただきます。それは良いですね。えー、商品はサンプルみたいなのをもらって紹介する感じですかそれとも自分で買うもらうんですか、えー、まず自分で購入して体験を味わってほしいですね。NM N サプリと人をなんとか細胞液って知ってますかそれは個人の意見だと思うんですが、その企業さんの方針、マーケティングのやり方はどういうやり方なんですかはい、個人の見解です。企業の方針やマーケティングによってよ,よ,より携帯が MLM になります。MLM はご存知でしょうかと。MLM なんですねって。<laughs> MLM かいみたいなね。<laughs> MLM かい <laughs> 最初から MLM 言えよっていうね。まあ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 ね。知らない人にとってはまあ、こういうトークで、こう、MLM を紹介していくのかわかんないですけど、まあ僕、動画送ってきました、久保さん。動画。動画送ってきましたよ。とりあえず。うーん。まあね、あの、僕がね、MLM で、その、2万回ぐらい回してる動画があるんですよ。共済っていう MLM なんですけど、久保さん、共済。 2万回ぐらい回してました。なんか質問、その共済稼げますかみたいな質問が来て、そこに対してアンサーしたやつ、それ送っといたんですけど、2万回回ってます。<laughs> 多分ね、共済で検索すると、Google で検索すると、僕の動画出てくるんですよ。そう。しかも、ウェブ検索で。まあ、今どうかな <laughs> あのー、まあ、あのー、MLM は、稼げるか稼げないかに関しては、まずは集客できるかどうか。そして、 しっかりとその商品の良さを伝えてセールスができるか。で、あとはダウンを教育できるかできないか。もしくはダウンでそ、そもそもダウン下についた人がめちゃめちゃ動けるかどうか。ここです、鍵は。ただし、久保さんみたいに集客ができる。であるならば、直、直で、直下で1000人とかね。 2000人とかもし行けるんだったらそれだけでもいいですその直下の1000人とかがリピ買いすればまあそう入ってきますからでもそもそもその1000人とか2000人とかあの直下でねあのー、なんだろうなあの集客して売れないんだったら難しいですねだから結局そのネットビジネスと MLM ってあんま変わんないですよねやってることが集客してでそのダウンの人が動いてもらわないと結局入ってこないんで ダウンの人が動いてセールスをしますじゃあ仮にそのセールスをしてその人がまた下に着いたとしてもその下の人が辞めたらダメだしわかりますだからなんだろうなうーんまあ僕はネットワークビジネスの勉強会も何個も行きましたけどもういつもやってるのがモチベーションアップ勉強会なんですよ動きましょうとであの稼げてる人を壇上に立たせてあの皆さんこんにちはと 私頑張って月収何百万になりましたみたいなね。で、バッチつけるみたいなね。前、そう行った時にね、あの喫煙所でね、あのバッチつけてる人が入ってきて、うわあすごいですねみたいなね。<laughs> そのバッチ欲しいですみたいな。<laughs> なんか、話してましたけど。うん。だからそのモチベーションをアップさせるためのいろんなイベントもあります。うん。今月こんぐらい売ったらこんぐらいのボーナスありますよとかね。そう。 ただ結局でも集客しないといけないですからね <laughs>。僕ね、YouTube 集客が一番僕一番いいと思うんですけどね。だって勝手に集客できるじゃないですか。やっとけば。うん。やっぱネットワークの場合は、まあ今はねコロナなんで、あのネットでまあインスタでもまあ昔とちょっと携帯が変わってきてると思うんですよね。だって今コロナなんで、その対面でとかじゃなくて、 その MLM をしてる会社さんも、いや、対面で売れないよね、みたいな話なんで、多分、いや、ネットでね、勧誘してもいいよっていうのは、多分増えてきてると思いますよ。さすがに。このご時世なんで。とはいえ <laughs>、とはいえね、やっぱね、自分のメディアを持って集客できないと、結局、ね、この、この男のひお、男の子、多分20代ぐらいだと思うんですけど、一人一人 DM 打ってね、なんかややこしいこと言って、ね、フックさせて、で、一人一人メッセージするっていう <laughs>、これ何人、 やらないといけないんだって話じゃないですか。うん。であるならば僕も MLM チャンネルみたいな感じで作っちゃって、もう MLM がこんなにいいんだよみたいな、あのー、もう MLM の極意みたいなね、そういう教育、そういう MLM で成功するした人のインタビューだったりとか、MLM でどうやって成功すればいいのかとか、どういうことをやればいいのかっていうのをめっちゃインタビューしたりとか、 MLM の給料明細みたいなね。これもいいですよね。もうインタビューしまくるみたいな。MLM の成功者呼んで、<laughs> どうやって成功したのかとか、えー、今月何千万もらってるのかとかね。何百万もらってるのかとかね。で、そこの成功のヒントをね、こうやって、で、そのメディアで集客して MLM 売ってった方が、僕いいと思うんですよね。<laughs> うーん。だからそれずっと回るじゃないですか。多分 MLM なくならないんでうん、間違いなく MLM というシステムはなくならないです。 でいろんな会社さんがまた MLM の仕組みを使ってあの拡散していくということで、まあ、これもなんか韓国の会社なのかな分かんないですけど、まあ、絶対その MLM のキーワードなくならないんで MLM の会社は、うん、いなくなったり出たりするけど MLM のキーワードはなくならないんですよなので MLM のキーワードを使ってメディアし作っていくっていう。 これがね、僕はね、賢いやり方なんじゃないかなと思うすトータル的に見ると。うん。まあ、人それぞれやり方はありますけども、うん。まあ、本当にネットビジネスも、ネットワークビジネスも、やっぱ自分で集客できるメディア、媒体を持つっていうのが、やっぱ大事ですね。うん。まずそれがあるかないかっていうのは、すげえ大事だと思いますけどね。うん、あとは考え方ですね。 将来的に、だってその MLM 給料明細みたいな YouTube チャンネルを作ればね、あじゃあこれタイトル MLM 給料明細にしとうかな <laughs>。ずっとそこをアクセス来れるじゃないですか。だって様々なね、今しかもトレンドでね、しかもその口コミです、結構口コミで、あのこう上がる。だから 共済とかもこうガーッと上がって僕の再生数も上がりましたけど <laughs> いろんな MLM 新規で出てくるのでそれ取り上げてこれどうなんだみたいなね <laughs> キーワードも無限にしかもそんなにその取り上げないから結構ニッチだしニッチだけどその人たちの中ではトレンドみたいなのがあります ?MLM 業界の中ではトレンドみたいなでも市場一般的なやつではニッチなんですよだからあの動画も回りやすいっていうねそうこれ 僕は賢い MLM の稼ぎ方かなと思いますけどね。MLM、ありとあらゆる MLM で成功した人を呼んでくるっていうね。うん。まあ、あの、なんだ。なんかこの、この頭いい。給料明細だったかな。YouTube、あの、あ、年収、年収チャンネルか。この人頭いいですね。年収チャンネルやってる人。 この人頭いいですね。こ今16万人ですね、年収チャンネル。この人もいろんな人、まあ、当時はその有名 YouTuber とかもああの呼んできたりとかしていろいろやったりとか、あとやっぱあの女の子のね、一番最初の書道は、そのね。あのビキニの,の、ね、女の子あの、胸がでかいやつを持ってきてやったりとか、もうメディア戦略うまいですね、この人。 まあこの人実際そのなんだ他のチャンネルでもなんかマネーの虎に似たやつの出資するかしないかっていうところにも出てるんですけど頭がいいっすねやり方がでしかもリスト取ってますからねガイドブックみたいな年賞年収年収ガイドブックダウンロードはこちらですでチャンネル登録必要みたいなでラインアットして集客してるしであとはその就活イベントのエントリーだからその人材の メディアを、うん、まあ、今、企業さんもね人欲しいわけじゃないですか。で、この人に対しての広告単価っていうのはまあ、高いわけですよ。で、業種によってはね1人当たり50万とかね、かなり高いんですよ。だからメディア作ってリスト集めて、で、その就職をあっせんする、その,そのまあ、人材派遣じゃないですけど、人材派遣のリネット版みたいな。わかりますまあ、この人、めちゃめちゃ頭いいですね。うん。そう。 マッチポンプなんですけど。だマッチポンプをネットでメディアで作ってやるっていう。うもうこれチャンネル運用して結構立つよな、この人。だ僕、初めて見たのが2、3年前だと思うんですけど、頭いいなと思って。これ2018年からやってますね。3年前か。やり方うまいなと思って見て,見てましたけど。まあそんな感じですね。はい。やっぱね、ここです。 いってらっしゃい